朝倉未来るの、朝倉未来るの、朝倉未来るの。皆様ごきげんよう。それでは続いて第9試合です。ウェルター級のワンマッチです。坂田壮介選手とチョン・ツーエイ選手です。まずは坂田選手お願いします。はい、坂田です。まず今回あのチョン選手、まあ、多少自分と体重差ありながらあの試合を受けてくれたことに受けてくれた男気には、まあ、感謝したいなと思っています。まあ、前回チョン選手も話したと思うんですけど、まあ、自分も路上で喧嘩できる人間なんで、まあ、明日バチバチに殴り合って喧嘩したいなと思ってます。まあ、1分1ラウンドっていうブレイキングダウンルールで、まあ、どっちが勝ったかわからないような試合は自分はするつもりないんで、まあ、自分が KO で勝つかチョン選手が KO で勝つか、まあ、そういう試合を明日したいなと思ってます。まあ、これから海外勢とも試合やるってことは聞いてるんで、まあ、自分も次からひな壇に上がれるように今回いい勝ち方でアピールしたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてチョン選手お願いします。坂田、話以上か。え、話以上か。悪い話。以上か。貴様死にそうなところまで追い込まれたことねえだろうな。あ、死にそうなところまで追い込まれたことねえだろうな。あ、ないね。あ、こっから先は一方通行だ。おとなしく尻尾巻いて泣いてお家に帰ることになるからよ。明日な。分かったか。明日な。はいは。あ、明日リングでな。あ、はいは。はいじゃねえ。ちょっとビビってんじゃん。ビビってねえよ。ビビってたらここ来ねえよ。じゃあ明日ちょっと試合しようか。うん、だ明日やろうっつってんだろ。もう喧嘩とか言ってるけどよ、お前。喧嘩できねえやつだろ、お前。喧嘩できるわ。お前なんか SNS だよ、なんか送ってきたよな。お前ストーカーか。だ殴り合いやるっつってんだろ。お前喧嘩とか言いながら殴り合いしかできねえのかよ、お前。喧嘩お前どこの国が。蹴りでも何でも来いよじゃ。あ、お前どこの国がお前殴り合いがお前だけがお前喧嘩だお前。あ、もう喧嘩しねえんだよこっちはよ。試合なんだよ明日は。もう試合しに来てんだよ。試合で喧嘩するっつってんだろ。だから試合なんだよ、分かったか。はいは。分かってるよ。ブレイキングダウンルールで喧嘩するって言ってんだろ。尻尾巻いて家に帰ることになるから。お前がな。ありがとうございました。それでは